新しい球団の開幕の雰囲気はどうでしたか？そうですね、マーリンズと、ドジャースの開幕戦が行われた今こうジョーロビースタジアムのフィールドに私は立ってるんですけどもね、はい、昨日の熱気っていうのがまだグラウンドに残ってるようなそんな感じするんですけども、はい、そしてですねスコアボードの方にはなんと昨日のですね結果がそのまままだ残ってる、歴史的な勝利の記録を残しておこうというんでしょうかね、そういう感じで、かなりの熱気を持って終わったわけですけども、それでは早速ですね開幕戦の一日をご覧ください。これは試合開始の4時間前なんですけども、天気にも恵まれました。ファンの出足もよくですね、歴史的な日にファンも興奮しています。Who are you rooting for? The Marlins. Who else? What do you think about Destrada? I hope he does as well as he did in Japan. That'll really help us. It'd be very beneficial for my winning game for him with the bat in his hand. I'm hoping he does good too. It's my birthday!デストラーダの球場入りは午前9時、なんと試合開始の5時間も前なんですね。いつもデストラーダ選手は球場で早いと聞いてますけども、今日の試合前のバッティングでですね、報道陣マスコミの多さでかなり緊張してましたね。力をちょっと入れすぎじゃないかっていう感じで僕はバッティング見せたんですけども、マーリンズの対戦相手は伝統を誇るロサンゼルスドジャースです。始球式はかつてニューヨークヤンキースで大活躍しましたジョー・ディマディオさんです。マリリン・モンローの旦那さんだったことで皆さんご存知でしょう。マーリンズの先発はチャーリー・ハフ。果たしてナックルボールがドジャース打線に通用するんでしょうか。1番のオハメン、ナックルで見送りの三振、そして2番のバトラー、これもナックルで三振と快調な出足です。さあもう一つキャッチャーの三脚のスローイングをついて見ていただきましょうか。これぞやはり大リーグのキャッチャーっていうこの座ったままのスローイングがほとんどです。そしてもう一つ昨日センターのポーズのこのファインプレー、このピンチだったんですけども、このファインプレーでゲームを決めたようなそんなビッグプレーでした。まさしく今熱中してお客さんもそうフィールドもそうです。とりあえずこういうムードってのはまず日本ではなかなか見ることができませんね。まさしく何て言うんでしょうか、これはお祭りじゃないでしょうか。この熱気、そしてフィールドの中の選手の動き、全てが何か今まで見たことのないようなそういう野球です。注目のデストラーデ選手なんですけども、ドジャースの先発投手はハーシュハイザー。第1打席ワンアウト1・2塁というピンチ、チャンス、カーブにハーフスイングで三振。この打席は残念ながら一度もスイングすることができませんでした。さあ第2打席なんですけども、ハーシュハイザーの外へのシンカー、得意球ですね、これをライフレフト線へツーベース、大リーグ復帰の記念のヒットです。試合は6対3でマーリンズが勝ち、4万5000人のファンは新球団マーリンズの素晴らしいスタートにいつまでも拍手を送っていました。マリンズの勝利はやはりこのファンが作り上げたもんじゃないかっていう、僕はそういう印象を受けましたけども、はい、もう一つデストラーデの選手なんですけども、ヒットも出ました。これからますます頑張っていってくれるんでしょうけども、あまり力まずにですね、そしてまたいい成績を収めてほしいなというのが僕の第一印象です。おそらく僕は大丈夫というふうに見ました。どうですか。どうもご苦労様です。今日投げ込みスタンドを大いに沸かせました。続いて今シーズンナショナルリーグに新加入したフロリダマーリンズは地元マイアミでドジャースと対戦、6対3で破り2年すべきスタートを白星で飾りました。注目のデストラーデは4番ファーストで先発出場し4打数。それでもライアンは今シーズン限りでメジャーリーグを去るという。シアトルマリナーズのケン・グリフィー・ジュニア、
開幕戦の第1打席で超特大のスリーランホームラン。いきなりの開幕祝いに地元ファンは大喜び。さすがスーパースターはやることが派手。ボストンレッドソックスのロジャー・クレメンス、現在メジャーリーグで最も速い球を投げるこの男、今年ももちろん絶好調。世界の奪三振王は健在だ。こちらはメジャーリーグ1遅いナックルボールで勝負するピッツバーグパイレーツのティム・ウェイクフィールド。メジャー昇格2年目での開幕投手も伝家の宝刀でバッタバッタと投げ切り、ボールの縫い目が見えるほどの魔球を操り、幸先よく1勝目。一方、クリーブランドインディアンスでは、オート事故で命を落とした2人のピッチャーの追悼式。クリーブランドの空は悲しみで染まった。最後は明るく、クリントン大統領の始球式で幕を開けたボルチモア・オリオールズ。見事なピッチングを見せた大統領。左投手の欲しいチーム、有望な若手のリーダーが欲しいチームは今がお買い得かな。